はい、どうも、正統法で負けないパチンコ、プロ管理員ののりまるです。今日は2016年の5月の3日、ゴールデンウィーク真っ只中ですね。その中で、またね、パチンコの、公開、最近のね、パチンコの感想なんかを、動画に、してみたいと思います。よろしくお願いします。その前にね、また九州地方では、雨が降ったり、地震も収まりを見せなかったりね、大変な現状が続いているということで、こんな小さいブログですけどね、自分ができることということで、情報発信をしていきたい、それは継続して行っていきたいと思っています。またね、また別サイト、別記事で、こういうね、寄付金だったり、義援金だったりの、やり方だったりね、そんなことをまとめていきたいかなとは思っています。一人だと、何かしたいと思ってね、なかなかできない人だったり、動きたいけど、支援をしたいけど、どうやったらいいかわからないなんていう方もね、実際多くいらっしゃるわけで、そんな方に、少しでもね、役に立つような記事を、今後もね、書いていこうかなとは思っています。はい。一刻も早くね、時代が収束するように。皆さんが、健康でね、元気な生活を取り戻すように祈っております。はい、それで、今回の話なんですけども、これですね、パチンコ雑貨。いよいよ始まった見せしめの取り締まり、2016年5月3日ということで、とあるニュースを取り上げてみたいと思います。はい。主題、弾が入りやすいのに釘を曲げた、パチンコ店店長書類送検。集客して利益を増やすためということになっています。京都の話みたいですね。特にね、パチンコ、環境の中で、京都というのは、出玉が渋いとかね、条例が厳しいとか、いろんなね、文化財が近かったりするので、そういったものに厳しかったりする環境だったりもするんですけど、そんな中の、京都府警の管轄で、起こったようです。はい。で、風評違反容疑で逮捕されたようですね。はい。で、これ、読んでいきます。パチンコ台の大当たり抽選入賞口に弾が入りやすくなるよう釘を不正に開けたとして、京都府警、生活安全対策課と城陽商かな、は2日、風営法違反、無認可設備変更。これで、ね、無認可設備変更というのは、今までも、例えばパチンコが故障したとか、部品が壊れたとか、そういったことでも、お店側が勝手に判断を、取ってできないですよね。いちいち、地域の、遊戯協会、警察、所轄に、その認証を申請みたいなのをして、それで承認されないと、部品一つ変えられないんですよね。ましてや、釘調整も、してはいけないという暗黙の了解の中で、こういった風営法違反があったと。京都府城陽市のパチンコ店と40代の男性、店長を書類送検した。府警によると店長容疑を認め、集客して利益を増やすためにやったと供述しているという話です。実際の書類容疑は1月14日から24日、5回にわたり、府公安委員会の承認を受けず、店内パチンコの2台の大当たり抽選入口に弾が入りやすいようにし、釘を曲げたとしていると。実際はね、おそらく何度も昨年9月ぐらいから、警察によりね、抜き打ち検査がやるなんてことは、このブログでもね、何度もお伝えしていたことなんですけども、おそらくその調査の延長線上で、この5回調査をしたんだけれども、こんな感じのね、おそらくこの弾ゲージを当ててみて、この隙間が空いてますよね、こんだけ広かったと、そういったことをが言いたいんだと思います。はい。証拠写真なんか撮られちゃってますよね。はい、次。パチンコ台は国家公安委員会が指定した試験機関、保安通信協会、通称保通協ですよね。定める出玉率などの基準に合格したものしか設置することができず、無許可で釘を曲げることも禁止されてると。これが、前からね、問題になっている、釘曲げる問題であって、詳しくはね、省きますけれども、実際、パチンコ店というのは釘調整っていうのを一切することはできないですよね。
それはまあ暗黙の了解の中で、まあ、そういうものが、まあ、前々から、まあ、そういう取り決めの中で行われていたんですけれども、実際問題どうなのかというと、弾を発射して、まあ、その影響で、まあ、曲がってしまったものを、まあ、元に戻すみたいな、まあ、そういったものは認められてはいるんだけれども、意図的に、まあ、例えばイベントだから釘を開けるとか、まあ、次の日は回収だから釘を締めるとか、まあ、そういったことをお店側がやってはいけないということが、まあ、そもそも決まり事としてあるわけなんですけども、まあ、実際のお店では、まあ、お店がね、まあ、出玉率を調整するために、まあ、利益を調整するために、まあ、そういったことは行われているんですよね。まあ、それはもう周知の事実であって、まあ、周知の事実であると。まあ、そういうところは皆さん、知っていることだとは思います。ただ、もうこの警察の調査というのは、まあ、そういった例は認めてはいないので、まあ、無許可で釘を曲がることも禁止されていると。この付近によると、店長売上が低迷していた2026年末頃から設置している数百台、パチンコ台の大半で弾丸なので、大当たり、抽選20口上部の釘を広げるなどし、弾を入りやすくすることで、射幸心を煽り、収穫増を図っていたという。今年1月頃、業界関係団体で組織する遊戯機不正対策情報機構が府警に申告、府警がパチンコ台を押収した結果、不正が発覚した。不正に改造されたパチンコ台をめぐっては、まあ、昨年11月、ギャンブル性を高める釘埋めが横行しているとして、まあ、警視庁が業界団体に不正規撤去を要請していると。これはね、まあ、これもブログで、お伝えしたことですけれども、まあ、マックス機、主にマックス機と、まあ、旧基準機ですね。まあ、代表的なところで言えば、今設置されている、メイン機種であるガラム魔界の花であるとか、まあ、先日撤去が決まった沖縄海物語3であるとか、まあ、その他、ほとんどの機種が、まあ、今年いっぱいで、まあ、順次撤去されるということになります。これが、まあ、この時に、まあ、決められた不正規ということとして、まあ、認定されたので、まあ、順次撤去されるということが、まあ、決まっているわけなんですよね。まあ、ちょっとね、見直していきますと、まあ、これおそらくね、もっと前からなんですけども、まあ、設置してある数百台のパチンコ台大半で、3ハンマーなどで社交辞令を煽りなんてこと書いてありますけど、これ、まあ、実際問題、まあ、どのお店もやってることであって、まあ、このお店がどうこうということではないと思うんですけど、まあ、おそらく何らかの理由で、まあ、このお店が目をつけられたんでしょうね。もしくは、その見せしめ的な意味合いで、まあ、ここがやり玉に上がったと。まあ、実際どのお店かっていうのは自分が、まあ、把握してるわけではないんですけども、まあ、どこかね、まあ、今後はなるだろうなというのは、まあ、確か以前の動画でもお伝えしたとは思うんですけどね。まあ、いよいよその見せしめ的な、まあ、警察の本気度を表すために、まあ、こういったことが始まってきたのかなというところですよね。まあ、先ほど申し上げた通り、偶女性っていうのは、まあ、暗黙の了解であって、まあ、表向きには調整してはいけないことになってるんですよね。なので、まあ、警察としては、まあ、何らかのきっかけで、おそらくそういったものをなくしていきたいんだろうと。まあ、今までグレーな部分だったもの、まあ、釘問題、もう一つは、まあ、監禁の問題ですよね。そういったものを、まあ、今後、まあ、直近に迫っている、例えばサミットだったりとか、まあ、そういったもの、まあ、例えば東京オリンピックだったりとか、まあ、そういったものをきっかけで、まあ、できることなら、まあ、クリーンにしたいんだろうなと、まあ、そういった意思が、まあ、なんとなく見えてくるような、まあ、そんな事件なんじゃないかなと思います。ただこれがね、まあ、全国的に普及する、波及するかと言われると、まあ、それも多分、おそらくなかなか難しい問題で、仮に、この釘情勢というものが、まあ、禁止されたとすると、お店側が、まあ、利益を調整することが、まあ、一切できなくなるんですよね。まあ、それぐらいそのパチンコと釘というものは、まあ、切っても切れない、関係であって、まあ、もちろん打ち手がね、まあ、勝ちやすい台を探す目安にもなりますし、まあ、裏を返せばね、まあ、お店側が利益を調整するための、まあ、重要な役割を担っているのが、まあ、この釘なんですよね。これを釘曲げと、まあ、警察が、まあ、突っかかってくると。
まあ、そもそも、まあ、ここがおかしな話であって、まあ、全てのお店がね、まあ、そうやっているので、まあ、どうなんだろうとね、まあ、そういった問題が今現状で起こっていて、まあ、実際にね、こう、まあ、今回この書類送検ということを受けて、まあ、全国のお店が、まあ、供給としている状況なのかなと、まあ、そんなふうには思います。例えばね、こういった問題が出てくると、まあ、やれあの店が食い調整してるだろうとかね、やれお前んとこもやってるだろうとか、そういった揚げ足取りをするようなね、まあ、そういった業界ではあるんですが、まあ、仮にこれがね、広まってしまうことがあるとすると、それこそ大変な問題になってしまうわけで、まあ、当たらず触らず、まあ、できることなら関わりたくないわけなんですよね。で、実際、まあ、大手、大型店、まあ、業界最大手、今、マルハンとかは、まあ、この釘調整に、まあ、遵守したような、まあ、小さい、まあ、そこまでね、極端な釘調整をしない営業をしていると思うので、まあ、そういった方向性、例えばね、まあ、小さいお店、特にまあ小さいお店だったり、中小のお店ですよね、まあ、イベントと称して、まあ、釘を大きく小さくするっていうのは、まあ、日常茶飯事で行われていることで、まあ、それがね、まあ、集客の要になっているお店っていうのは、まあ、本当にたくさんあるんですよね。でも、まあ、こういった問題があると、まあ、そういったことが、まあ、やりだめで挙げられて、まあ、とばっちりを受けるという可能性というのを、まあ、踏まえ、まあ、少し少なくなる可能性はあるかもしれないですね。まあ、こういった問題が、ほとぼりが冷めるまでですよね。特に今、そのサミットだったりで、まあ、入れ替え自粛期間というのも、まあ、設けられていて、なんでしょう、この集客に難があるようなお店というのはたくさんあるんですけどもね。まあ、こういった、まあ、逮捕事例なんとか出ると、なかなかその釘もやすやすと開けられなくなってくるのかなと。まあ、仮に釘が開けられなくなって、まあ、イベントもどきのことができなくなってくると、まあ、パチンコでね、まあ、勝つための方法、例えば我々なのかね、まあ、パチンコを打つ際に、まあ、行える方法というのが、まあ、事実上、止め打ちに限られてくるんですよね。まあ、回転数で、まあ、優遇が受けられる釘、まあ、いい釘が開いたお店に行くという方法が、まあね、パチンコで勝つための、まあ、かなり重要な部分を占めていたんですけども、まあ、それがね、少しなくなってくるとすると、まあ、今度はね、まあ、自分たちができることというと、まあ、止め打ちですよね。まあ、無駄玉を出さないように、まあ、丁寧に打つと。まあ、時短確認中には、弾が減らないように丁寧に打つと。まあ、この、まあ、パチンコ最大の必修法はね、まあ、今現状で、まあ、違法ということはなくて、まあ、それがね、打ち手ができうる、まあ、最大限の、まあ、過程、勝つための方法になってくるので、まあ、今一度ね、その寒いうち関係で、まあ、不安がある方なんかは、そういったものをね、まあ、突き詰めてみるといいのかなと思います。はい。今回の話は、先日ね、この京都で、まあ、実際に違法釘曲げ店として、まあ、摘発をされてしまったお店のニュースを取り上げてみました。はい。今回の話は以上です。それではまた更新します。ありがとうございました。